艦的中お手の物、リンマ。皆様、お帰りなさいませ。え？かっ、うん、これより自分らは反董卓連合に参陣する。我らもろと総人、よくぞ来てくれ。恐縮です。と早速ではありますが。お、曹操殿。利天、あざなは万世。若い頃は叔父の利権のもとで武芸や学問に励んだ。董卓が暴政を行うと、曹操ら諸侯は董卓討伐に動き出す。曹操が兵を募ると、利天は叔父と共に参陣した。間もなくして利天は総人に呼び出される。私は楽文献と申します。いろいろと。ほう、二人ともなかなかの面構えよ。よし。利天殿、あなたは自身の予感を大切にしていますよね。冴えてきたぜ。
そうそうと。そう、分裂。行くぞ。何を召し上がりますか？またのお越しを。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
報告！止水艦方面、敵将海雨に苦戦中！お主ら、黄金討伐の折も義勇兵として参じておったな。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり、董卓を討ち果たすのだ。行くぞ。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。クズどもが群れよって止水艦と五郎艦を抜けると思うな。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。連合軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。海雨様がいる限り誰も通さねえ。にしてやれ。だな。うん、大義である。行くぞ。見ておれよ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。さあ子供が、俺を楽しませてみろ。
落葉は目前なのに、僕によって鬼神呂布が守ってるとは。攻めましょう。なんという部下、敵ながら感服するほかない。まあ俺のおかげだな。いいぞ、その調子だぜ。戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。身のほど知らずのクズどもが、わしの主治肉林の邪魔はさせんぞ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者進軍開始。正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。天霊、山岳拠点より援軍が到着しました。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。おほう、敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。ふん、楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。逆賊董卓を打ち払い、落葉を奪還した。連合軍の大勝利よ。皆勝ちどきをあげ。
さあ、さうまく説明できればいいんだけどな。あんたらが理路整然と語っているのを聞いてると、この勘をうまく伝えられないのが悔しいぜ。伝えられればどんだけ役に立つんだか、俺。利点は過去の因縁を捨てて奮戦、仲間と共に死力を尽くし合皮を守りきった。戦後彼は長領学信と戦勝の喜びを分かち合う。そんな中、曹操が利点を巨匠へ呼び出す。彼には何を言われるかが分かっていた。そしてその勘はやはり的中する。殿、李万世参上しましたよ。うん、合皮の戦後処理が忙しい中よく来てくれた。李天よ、今日呼び出したのは他でもない、人民の統治をする気がないかと聞きたくてな。それって俺に第一線を離れろってことですよね。非常な命に感じるか。だがその感があれば民の心情を汲み取ることも易い。お主の適性を見て判断したまでよ。それに今のお主の状態からしても悪い話ではなかろう。やはり気づいていらしたんですね。うん、俺最近自分に嫌な予感しかしないんです。多分この先また戦場に出てもどこかで大穴開けてしまいそうで。ここで殿の言う通りにした方がいいって勘は言ってますけど、それ以上に仲間たちとまだ戦場に出ていたい。その思いが驚くほど強いんです。うまく説明できてないですけど。利天よ、よくぞ申した。ならばお主の望むままに行くがいい。なんて言ったらいいか、俺あなたの旗揚げから信じてついてきて幸せでした。